お待たせいたしました。続きまして勝久ヘッドコーチの会見を始めさせていただきます。まずはじめにヘッドコーチより本日の試合の総括をお願いします。はい、まあ、先ほどコートでも少し言ったんですけど、福岡さんに勝つためには本当にエナジーがとにかく必要で、前から当たらなきゃいけない。簡単に今後はポストを通して毎回プレーできるようなイージーな展開ではいけない。でももちろん入るときにはダブルチームで常に飛び回らなきゃいけない。常にローテーション、リバウンドも本当に大変なバトル、そしてペースを持って逆にプレーしたい。ずっとエナジーを本当に使わなきゃいけないという中で、出だしから選手たちは本当にそれをよくやってくれたと思います。そうですね、とりあえず以上にします。また質問、ありがとうございます。続きまして質疑応答に移ります。ご質問がございましたら挙手をお願いします。バスケットボールニュース2フォーワンの小野です。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まず確認なんですけど、やはり相手のジョシュア・スミス選手であったりとか、ポイントガードの中村選手ってところがもう今まで結構当たっていて、そこの2人をまずは抑えようっていうプランで間違いないでしょうか。中村選手が当たっていたのは今すごいパーセンテージでスリーポイント決めていたり、調子がものすごく良かったのは分かっているんですけど、やっぱり、ジョシュと JB バレル、この2人ですね、ゲームプランの本当に中心になったのは特にジョシュ・スミス、その中でやはりウェイン・マーシャル選手のプレータイムが今回25分とこう伸びていますけども、そちらはウェイン選手の怪我の具合も徐々にこう良くなってきている、はい、っていうところ、まだ 100% ではないですけど徐々に良くなっていて、はい、まあ、テネスが後半出れなかったのも関係はあったんですけど、まあ、多分前回の試合の後にも話したように、次の試合ではウェインのプレータイムはあそこまで抑えることは難しいと思うって言ったんですけど、まあ、やっぱりこういうマッチアップだったので、はい、今日はウェインをあれぐらいのプレータイム出す予定ではどちらにしろありました、はい、その中でやはりこうビッグマンのパールトラブルも途中ありましたけども、そこでやはり児玉選手がこう出てきて、はい、こうディフェンスで止めたりとか、スリーポイントも今日2本沈めていましたけども、はい、改めて太一選手の今日の評価をお願いします。はい、前にも話したことあると思うんですけど、太一は、ユニークな選手で、なのでもちろん素晴らしい選手なのでいつだってコートに立たせたい気持ちはあるんですけど、ユニークな分じゃ、ユニークなシチュエーションが彼の必要性を生む。で、今日の後半のようにでも彼を出せば必ずいいことが起きる、というような選手である中で、そういう状況が、生まれて、はい、ビッグマンを体張って守るところだったり、相手がゾーンを引いた時でも、スリーポイント、まあ、前半もですけど、マンツーの時もですけど、自信を持って、スリーポイント決めたところだったり、今日は彼の貢献が、絶対必要だった状況になった中で本当によくやってくれました。こう改めてこう水曜日ゲーム、やはり日曜日から時間がないとかいろいろ難しい部分は想像つくんですけども、改めて水曜ゲームの難しさっていうのはどんなところにあるんですか。まあ、その時のコンディションによって変わりますけど、どれだけ難しいのか、でも我々はやっぱりコンディション面では決して余裕はないので、複数の選手が制限があったり、その試合内容だったり、その試合の中で何がある、どういう動きをするかによって、じゃあ少し悪化するかしないか、みたいな、結構、コンディション面で余裕ない状況が、一応続いてはいます。なので本当にシャープに、やって、そのプレータイムをなるべく超えないようにすることが大事。まずは水曜日ゲームといったらそのコンディション面、あとは準備ですけど、短い、いつもより短い準備で全てをカバー、我々のスタイルは結構深く、
全てのことをカバーするんですけど、スカウトでやっぱり的を絞ってやらないといけない水曜日には。で、今回はその JB と助手のところ、そこのポストのディフェンスだったりを、ある時間を全てその反復に使いました。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。はい。試合の前に指導者の早田です。勝利おめでとうございました。意見をお聞きしたいんですけども、そのエナジーという部分がまず根底にある中で、素晴らしい活躍した選手たちで、この前半で奪った大量リード、ウッドベリーさんとペリーさん、相手のゾーン守備だったりとか、まあ、こう前に出てこないっていうところでミドルシュート、ミドルレンジからのシュートを高確率で決めたっていう部分が素晴らしかったと思うんですけども、あそこのちゃんとそこで点を取れた2人っていうところは勝石さんどのように見られてましたか。はい、P が出だしから今日もゲームを支配していたと思いますし、本当にミッドレンジを高確率で決めて、テレンスのミッドレンジの1本目は確か相手がゾーンをやって1回目、やっぱりあれ大事なんですよね。まあ、ピッカノールのカバレージを変えた時だろうと、マンツーからゾーンに変えた時だろうと、もう何も躊躇なく、やるべきことを遂行して、ああやって自信を持って打っていって一発で決めるっていうのは本当に大事なので、そして本当にリードを、広げた時の、テレンスのバックトゥーバックのトランジション3であったり、本当にそこら辺のショットメイキングは素晴らしかったです。あと1点ディフェンスの部分で家の範囲でダブルチームを仕掛ける中で、ヒューさんが、スミス選手につくときはダブルチームをしてないときもあったとは思うんですが、毎回したいんですけどどうしても、できないときもあるなので、していなかったら、2つの中の1つで我々がやるべきことを遂行できなかったり遅れてしまった、あるいは、どうしても行くには難しいタイミングだから我慢してファウルせずに自分の上からタフショットを打たせなきゃいけないようなシーンでも決してヒュー対ジョシュが1対1というゲームプランではないです。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。お疲れ様でした。そのヒューの成長というのはまだわずか終わったばかりですけども、こう1試合1試合ごとにこう何か手応えとしてお感じになっているところというのはありますか。常に、はい、常に、全て吸収して、なので、はい、常に感じています、はい。ディフェンス面、カバレージの理解、チームのディフェンスのルールの理解、それの遂行力どんどん高まる、1対1のシチュエーションでの手の使い方、足の動かし方、少しずつ、良くなっていると思いますし、いやもう常に、はい、成長を感じるばかりです。はい、あともう一点、テレスのまた状況、コンディションというのは、また明日何か見てるんですか。そうですね、ちょっとまだゆっくりと、トレーナー陣とそこは話せていないので、まあ、ハーフタイムでは話したんですけど、その時にあまり詳しくは話せなかったんですけど、大事ではないと思います。はい、でも詳しいことはまたちょっとゆっくりこれから話そうと思っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。信州スポーツキングダムの大江田と申します。1点だけお伺いします。はい、平日のナイトゲームでしたけれども、こうブースターの皆さん3000人以上、来られました。まあ、ここからね、またシーズン進んでいく中でどん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 、まあ、増えていくことではあるでしょうけど、まず今日の平日ナイトゲームっていうところを踏まえた中での今日 その会場の雰囲気ですとか感想をちょっと聞かせてもらってよろしいですか。はい、まあ、カイトが言ったように、B プレミアに向けてはまだまだ、動員、なんですか、お客さんの人数を、継続しなきゃいけないというのが一つあるんですけど、まあ、今日の試合に関しては、試合前からレッツゴーウォリアーズのコール、ジャンプかジャンポールの前から
あの時から、すごいエナジーを会場から感じて、とにかくエナジーが、もちろん遂行力もですけど、とにかくエナジーが必要だった今日の試合で、ああいう雰囲気だったのが、やっぱり、勝利に貢献したと思っています。ありがとうございます。続きまして栗原選手の会見を始めさせていただきます。まずはじめに栗原選手より本日の試合の総括をお願いします。準備期間が1日しかない中で、今シーズンは特に今シーズンのゲームの中では、遂行力が一番高かったのかなっていうゲームで、最初からやっぱあっちの方が大きかったんで、サイズがあるんで、すごいタフなバトルにはなるっていうのを覚悟して、じゃあどういう風に立ち向かっていくのかっていうゲームプランをちゃんと遂行して、でやっぱそのゲームプランも決して簡単ではなく、まあ、エナジーが必要だし、全員で掴み取った勝利かなと思います。ありがとうございます。それでは質疑応答に移ります。ご質問ございましたら挙手をお願いします。バスケットボールニュース通報番の野村です。勝利おめでとうございます。その難しいゲームプランっていう中でも遂行力がこう見ている方もすごい高いなっていうふうに感じました。改めてこの5連勝を積み重ねていく中でチームの成長だったりとか、そのあたりはどのように感じていらっしゃいますか？特にディフェンスなんですけど、ルールがすごい細かくて多かったりもするので、1日の準備期間にしてはすごい高い、高いし、今シーズンの試合の中でもやっぱ一番できてたのかな。もちろんミスはあるんですけど、やりたいことを全員が把握して、理解とエナジーがすごい、理解力とエナジーがすごい高かったので、こういう結果につながったのかなと思います。やっぱそう、理解力だったりエナジーをこう高く表現していく中で、こうチームメイト同士の声掛けだったりとか会話っていうのは何か裏ではありましたか？とにかく確認ですかね。エナジーはやっぱ個人個人自分で持ってこなきゃいけないものだと思うし、まあ、かといってその声掛けが必要ないとも思わないけど、遂行力とゲームプランに関してはやっぱ全員が高い意識で、理解してそれを表現しなきゃいけないので、一番大きかったのはやっぱ一人一人確認してたところかなと思います。ご自身のプレーの方見ると、なかなかスリーポイントの確率、まあ、打つ本数もシチュエーションによると思うんですけども、確率がなかなか上がってきていないとは思うんですが、そのあたりのシュートタッチとかコンディションの方はいかがですか？最初が良かっただけで、僕が思うには数字はやっぱ最初は良くても必ず平均値に戻ると思うんで、焦ってもいないし、かといって このままでいいとも思わないです。なんて言えばいいんだろう、そんな悩んでないかなって、はい。去年とはまた違ってペリン選手だったりとかハンドラン選手がよりこう増えたことによって栗原選手 この昨年からの役割の変化だったりとか、そういうのは今年はどこかあるんでしょうか？強いて言うならボールを持つ回数が減っただけで、けどかといってそのアグレッシブさがなくなるっていうことでもないですし、ただ単にそのボールタッチの回数が少なくなった中でどれだけ、有効にできるか、それが自分で点を取るか、味方がチームで点を取るようにするかっていう風なだけで、決して大きく変わったとは思わないです。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか？お疲れ様でした。信州スポーツキングダムの大江田と申します。よろしくお願いします。
あの先ほどの話の中で理解力とエナジーというところがその勝利につながったという話があったと思うんです。それぞれについてちょっとお伺いしたいんですが、理解力ってその急に上がるものでも急に下がるものでもおそらくはないと思うんですけど、積み重ねてきたものがこうなんていうかな、そういう水準に達したということなのか、あるいはまあ今日の相手も含めてそのある意味こうタスクが整理されていてあのはっきりしていたっていうところもあったのか、そのあたりはいかがでしょうか。もちろん積み重ねてきたものもあるんですけど、今回は、今シーズン、リーグ戦もプレシーズンも含めて、こういう、なんだろう、まあ、みんなが注目するように4番5番、大きい4番5番相手に、今までなかったゲームプランだったので、そういう意味で理解力が高かったと思いますし、でもおっしゃる通り、8月9月から練習してきたものもだんだんちょっとずつですけどだんだん遂行力よく遂行できるようになってきていると思います。あともう一つエナジーの、まあ、これは、ね、個人個人という話もありましたけれども、本当にねこの第一クォーターの入りから特にディフェンスの部分であのエナジー非常に出して戦っていたかなと思うんですが、それをこううまく表現、できたこう要因、まあ、一言で言うのは難しいかもしれないですけど、どんなところがこうエナジーが出せるような展開につながったのかというところはいかがでしょうか。理想はやっぱ60プラスマイナス8試合全部エナジー高くやりたいですけど、今日に関してはゲームプランの中で、細かく言うと前から当たってなるべく時間を削らせて中に入れさせない、そのためにはやっぱエナジーも必要だし、僕からすると確かにチームとしてはエナジー高くできたけど、自分に思ったのがこれを毎試合やっていかないと勝ちを取りに行けないのかなって、すごい、なんだろうな、僕は気づかされた試合ではあったので、こうすればこうやって当たりに行けば相手も崩れるし、僕はこれからもこういう高いエナジーでやっていきたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に、児玉選手の会見を始めさせていただきます。します。まずはじめに児玉選手より本日の試合の総括をお願いします。はい、今日最後にコーチが言ったようにやっぱりエナジーを持って試合に臨むというのはすごい大事な相手で、まあ、それを出だし前半っていうのはすごい遂行できたと思っていて、それが前半の点数とかそのスコアに出たと思います。でやっぱり後半の3ピンの後半から4ピンにかけてその部分が少し落ちていってしまった時っていうのがやっぱ僕らの課題、まあ、3ピンの出だしはだいぶ良くなったと思うんですけど、そこからの後半継続するっていうのがこれからのやっぱ課題になってくると思います。でやっぱりそのウェインさんとかウッドさんを少しでも休めさせられるような展開とか、まあ、僕がそれを担えるようになるっていうのがすごく大事だなというふうに感じました。ありがとうございます。続きまして質疑応答に移ります。ご質問がございましたら挙手をお願いします。バスケットボールニュース4番の村です。勝利おめでとうございます。今日児玉選手12分のプレータイムっていうところでやはりまあ、バーレー選手だったりとかスミス選手相手にこっちのビッグマンのファウルトラブルっていうのも計算があったとは思うんですけども、その認識では間違いないですか。そうですね、はい、その中でやはりスリーポイントを2本沈める、以前のインタビューでもスリーポイントの部分っていうのは強調されていましたけども、今回の自身のプレーを振り返ってみてはいかがでしたか。まずホームでやっぱ決められたってことは僕の中で一つ大きくて、ウルスターさんの人にあれだけ僕が練習してきたって言ったんで、やっぱそういう姿を見せられたのは一番良かったんですけど、でもやっぱり打てるところでまだ打ってないっていうのがあって、やっぱそれは僕が外した時にメンタルが沈んじゃってて、ちょっと自信をなくしてしまった場面が後半 3クォーターに出た時にあって、でフェリンにもカイさんにも打ち続けろって言われたんですけど、やっぱそこでもっとしっかり自信持って打てるような選手っていうかメンタリティをもっと持たないといけないなって感じてて、
まあ、入ったから今日は良かったんですけど、まあ、それをもっと決められる自信は練習はしてるはずなんで、そこはあとはメンタルをもっと僕は成長させて決めきらないといけないなというふうに思います。またそのビッグマンウェイン選手だったりとかウッドベリー選手のプレータイムをこう短くするためにも、やはりこう児玉選手のディフェンスの方っていうのがより重要になってくるとは思うんですけども、うん、今日のディフェンスに関してはいかがでした？そうですね、ディフェンスはやっぱり、まあ、いいところは僕はすごく体を張れてたなと思うんですけど、例えば抜かれてヒューさんをファウルさせてしまったり、やっぱそこは僕が、まあ、ワンオンで守るだけじゃないですけど、カバーをしやすいところまで追い込むとか、やっぱまだなんだろうな、僕の中のその課題っていうのはやっぱ大きくて、パワー負けしないし抜かれないっていうのをもっと強化していかないといけないというふうに改めて、そういうプレータイムをもらったからこそやっぱ気づける課題だったなというふうに思います。その中でプレータイムもらったからこそ、このチームの中の遂行力っていう部分お聞きしたいんですけども、徐々にこう5連勝を積み重ねていく中で、まあ、今日もゲームプランがすごい遂行ができていたと思います。今日のそのゲームプランが遂行できた要因だったりとか、チームのケミストリーについてはどのように感じていらっしゃいますか？そうですね、やっぱり練習中にみんなすごい集中して、とにかく喋る量が増えてるなっていうふうに思ってて、こうだからこうだねっていうのをちゃんと一個確認できてるっていうのがあって、でもまだやっぱりコーチの求めるところを遂行しきれてるかっていうと、やっぱ全然できない部分も多くあって、でそれが結局相手に得点を許してる部分が大きくて、なんでそこの遂行力っていうのは、まあ、徐々にはそれ良くなってきてるんですけど、まあ、まだまだもっとできるっていう部分の方が僕は大きいと思うので、僕自身もそうですし、僕が出た、その僕がビッグマンに出た時はまた普通のラインナップとはちょっと違う遂行っていうのがまたあるんで、まあ、そこをもっともうなんていう突き詰めていく、コーチの日々成長っていうのはまだまだ全然僕らは完成に近づいてないんで、まだなんだろうな、そのコーチの求める100があったとしたら、多分まだ50、60、まあそこまでいってるかもわかんないですけど、でもまだその幅は僕らはすごい大きいと思うんで、まあ、そこをもっと突き詰めていかないといけないと思ってます。喋る量が増えたっていう部分なんですけども、それってあの、まあ誰かがこうもっと喋ってこうぜって言ったのか、それともこう自発的に雰囲気良くなっていく中でこう生まれていったのかっていうのは、そうです、多分雰囲気が良くなっていって、やっぱここをこうしようとか、中市さん中心だったりルイスさん中心だったり、 B ウェインさんウッドさんはやっぱその経験がすごいある選手がリーダーシップ取ってくれて、僕らはすごいなんだろう、意見を言っても聞いてもらえるので、まあ、そういう面ですごいいい関係性が築けてるのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか？信州スポーツキングダムの大江と申します。1点だけお伺いしたいんですが、当然そのね、コーチの求めるものに対してまだまだ完成はしていないし、ここからね、それが、まあ、ずっとプロセスが続くことでしょうけど、そういった中でこう5連勝今日できたところ、今日のこの試合のこう意義というか、あの上積みできた部分というのは、こう児玉選手はどういうところに感じてますか？そうですね、僕はその去年連勝というのはあまり経験することができなくて、まあなんていうんですか、やっぱその勝ちマインドっていうのはやっぱ大事だなっていうふうに感じてて、その勝っていく、勝ち続けるっていうのはやっぱ難しいことなので、やっぱそれをまあ慣れるじゃないですけど、その勝っていくためには何が必要か、コーチのやっぱ成長っていう部分がやっぱ大事になると思うので、そうですね、やっぱ連勝っていうのは僕の中ですごい嬉しいものがあります。あとスリーポイントの確率というところには先ほど言及してましたけれども、3ピリの配球のところでね、あのまず1本っていうところがあって、あれはこう自信を持って打ってた1本だったんじゃないのかなと思います。そうですね、やっぱその前のシュートが入ってたんで、来たら打つってマインドだったんですけど、僕の中でちょっとだけいつも違うなって感じが考えてしまったんですね、それを。だからそれを考えてしまって、次からのシュートに自分のリズムじゃなくなって打たなかったりしてしまったのが、僕の中ですごい、まあ、悔いの残る、まあ、出方っていうか、押したなっていうふうに今すごく思ってて、もっと練習してメンタルを強くしていかないといけないなというふうに思ってます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。